ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベイカーズチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は座学のお時間となっております。本日勉強する内容はですね、前回からですね、世界のパンを学んでいっております。そしてね、私なりにね、言葉ではなるんですけども、世界のパンをですね、紹介していっております。第1回目がフランス、2回目がイタリア、そして3回目がイギリスときまして、本日ですね、4カ国目はですね、ドイツを紹介していきたいと思います。ドイツもですね、非常に独自の進化を遂げたパンがたくさんありますので、言葉にはなってしまうんですけれども、ドイツのパンをね、紹介していきたいと思います。では早速学んでいきましょう。まず1つ目がですね、プレッツェルです。プレッツェルって非常に有名ですよね。ドイツと言ったらプレッツェルって言うても過言じゃないぐらい、とてもポピュラーなパンになります。そしてこちらのプレッツェルなんですけども、非常に独特な作り方をします。焼く前にですね、アルカリ溶液に浸して焼くので、独特の風味と、そしてね、照りが特徴ですね。そして形もですね、こういう風な形になってるじゃないですか。あれってね、こう職人がね、こう腕を組んだところから連想イメージされて、あの形になったと言われております。ですのでドイツではパン屋さんのトレードマークとして、店の前とかにね、飾られていることが多いです。そして2つ目がシュトーレンになります。シュトーレン、最近ね、日本でも非常に有名になってきましたよね。クリスマスに食べるパンなんですけれども、これはね、どういう風にして食べるかご存知でしょうか。実はね、ちゃんとした決まりがあるんです。まずですね、クリスマスの4週間前から作り始めて、徐々に食べていきます。この期間はですね、アトベントと呼ばれていて、クリスマスを準備する期間なんですね。この期間っていうのはドイツ人にとって非常に大切な期間っていう風に言われています。そしてこのシュトーレンですね、特徴は何といってもスパイスが効いたパンと、あとはですね、大量に混ぜ込まれたドライフルーツとかナッツですよね。そしてですね、焼いた後も熟成させていくので、非常にですね、風味豊かなパンを、しかも味の変化とともに楽しめますので、もうね、私も大好きなパンの一つになります。そして3つ目がですね、ドイツといえばやはりですね、ライ麦になりますよね。こちらはですね、ライ麦と小麦粉をですね、ブレンドして焼いたパンになります。そのためですね、非常に酸味のあるパンとなりますし、イーストで焼けることは焼けるんですけど、本場のパンであればやはりサワー種を使って作られるのが主流になっております。そして小麦粉の比率とライ麦の比率、小麦粉の比率が上がれば上がるほど、やはりですね、ボリュームのあるパンになりますし、ライ麦の比率が高くなれば高くなるほど、やはり目の詰まったむぎゅっとした食感のパンになっていきます。食べやすいのはやはり小麦粉が8とか7で、ライ麦が2とか3なんですけども、やはりライ麦の酸味を生かしたいのであれば、逆転して小麦粉が3、ライ麦が7とかになってきますよね。そうなるとイーストとかではね、やはり発酵は難しくなってきますので、サワー種を使う必要がやはりあります。そして4つ目がですね、プンパニッケルになります。これはね、私もね、最近まで知らなかったんですけど、17世紀頃にドイツで作られ始めたパンでして、レンガのような黒いパンになります。この名をですね、名乗るには基準がありまして、ライ麦をね、 80% 以上使っているのがベースになっております。そのためですね、目は詰まって非常にですね、ずっしりとした食感、そして重みのあるパンになります。そして肩に入れて長時間焼成されるので、非常にですね、こうずっしりした、水分も抜けずに重みのあるパンが焼き上がります。各色のずっしり重たいバージョンみたいな感じですね。そのため酸味は非常に強くて、非常に独特な歯ごたえがありますね。ぜひドイツに行ったらですね、本場のプンパニッケルを食べたいなと思っております。ということでですね、本日はドイツのパンを4種、とても有名なものを紹介させていただきました。シュトーレンとかプレッツェルは皆さんも聞いたことあると思います。それ以外にもですね、ドイツはたくさんのパンがあります。そしてあとドイツと言ったらソーセージとビールですよね。パンとソーセージとビール、この3つはね、もう最高の組み合わせだと思います。本当にいつかですね、ドイツに行ってこの3つをですね、味わいたいなと考えております。もしですね、皆さん機会がありましたら、ドイツに行かれてみてはいかがでしょうか。本日も最後まで動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。この動画がですね、少しでも役に立ちますと幸いでございます。ではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。次のパン機構はどこになるでしょうかね。やはりね、そろそろ日本も紹介していきたいなとは思っておりますので、ご期待くださいますと幸いでございます。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。